皆さんに一つ考えてほしいことがありますあなたにしかできないことって何ですかそうあなたにしかできないこといやいやそんな私にしかできないことなんてないよ私特別な人じゃないしって思うかもしれませんでもあなたにしかできないこと誰にだって自分にしかできない何かがあると 私はそう思っています今日は私の人生のストーリーを皆さんにご紹介してそこから見つけた自分にしかできないことをお話ししたいと思います私は今奈良県の高校で英語の先生をしているのですが学生時代はここ奈良教育大学で学んでいました実はこの奈良教育大学に今の自分につながる世界への扉があったんです それでは私の生い立ちからご紹介したいと思いますいつから学校の先生を目指すようになったのよく聞かれる質問の一つです正直なところ明確な答えは見つからないのですが思い返せば小学校の頃まで遡ります小学生の時控えめでおとなしくであまり活発なタイプではなかったのですが 学校に行くのがとっても好きでした先生も大好きでした小学校1年生の時小学校1年生の最後の日に担任の先生とお別れするのが寂しくて泣いたのを覚えています今から20年も前の話ですが今でもよく覚えています中学生で一つ大きなチャレンジをします生徒会長選挙に立候補します 生徒会長にはなれなかったものの生徒会役員の一人としていろいろな経験をさせていただきました学校全体をまとめて行事を作り上げることの楽しさやりがいをとても感じていました第一志望だった高校に進学してここでも生徒会活動に熱中します体育祭や球技大会の企画代表を務めて思い返せば 自分の青春時代ってまさにあの瞬間だったなって思います生徒主体を大切にしている学校でいろんな学校行事を生徒が中心になって作り上げていました学校をまとめたり行事を企画したり自分たちが学校を回しているんだってそんな実感がありましたでもそれと同時に生徒主体の裏にはたくさんの先生方の 計り知れない大きなサポートがあったことも子供ながらに感じていました一生懸命頑張っている生徒たちが活動しやすい環境を作ってくれて支えてくれて守ってくれてそんな先生方の姿を見ながら「先生って素敵な仕事だな」「自分も学校の先生になってそうやって生徒たちと関わっていきたいな」そう思って 教育学部を目指しますそしてここ奈良教育大学に入学しますこの選択が今の自分につながる大事な分岐点でしたここからたくさんの選択や挑戦の物語が始まりますまず最初の出会いは ESD ユネスコクラブでした奈良教育大学は 日本で最初にユネスコスクールに加盟した大学として ESD 持続可能な開発のための教育というものに大学全体で取り組んでいます私たち一人一人が SDGs を達成するより良い世界を作る一員になるそのための教育といったところですこの ESD に取り組んでいるユネスコクラブという学生団体があります 自分の学科の先輩に誘われてユネスコクラブに入りますこれが全ての始まりでした大学2年生あることに気がつきました大学に入学してから自分から何もチャレンジできてないなって自分は英語の学科に所属していましたが海外に行ったことはありませんでした自分の英語って 本当に世界で通用するのかなそんな疑問が湧いてきてとにかく海外に行ってみようでもせっかくだったらただ旅行とかじゃなくて何か自分のためにも誰かのためにもなるそんなことがしたいなと思って見つけたのがカンボジアでの2週間の教育ボランティアでした一人で申し込みました「初めての海外でカンボジア2週間」 しかも一人でなかなか大きなチャレンジですよね自分も申し込んだ後に気がつきましたそこでいろんなことを感じましたなんせ初めての海外です英語は今まで日本で聞いていたものとは全く違うアクセントの英語空港からホテルまで送迎してくれたタクシーの運転手さんの英語が全く聞き取れなくて この先、2週間大丈夫かなってとても不安になりました今からもう6年も前のカンボジアですまだまだ発展途上でしたためてある冷たい水を桶ですくって浴びるお風呂流れないトイレ壁や窓で仕切られていない学校の教室乗り物も食べ物もすべてが自分にとっては新鮮でした 有名な世界遺産アンコールワットに行ったときには出口のところで、裸足の小さな子どもが待っていて、ワンダラー、ワンダラーと手を差し伸べて寄ってきました20年間、日本でしか生活したことがなかった自分初めて見た外国の姿貧しい生活の現状に驚きましたでも とても印象的だったのはカンボジアの子どもたちの笑顔です肩から下げているカバンの中にはノート1冊ペン1本教科書は持っていませんでした着ている服も汚れていたり穴が開いていたりでもとっても楽しそうに一生懸命勉強していましたみんなそれぞれいろんな夢を持っていてあの ままっっすす。ぐででキキラキラした目、今ももとてて心に残っています彼らにとっての幸せって何なんだろうあの時とても考えました自分がいろんな世界の課題に関心を持って考え始めるきっかけになったのがこのカンボジアでの経験でしたそしてここからいろんな挑戦をしていきます ESD やユネスコの活動で日本中いろんなところに行ったりいろんな国にも行きましたありがたいことにたくさんの人との出会いに恵まれました一つチャレンジするとまたその次の機会につながる自分の人生を豊かにしてくれました奈良教育大学に入学してユネスコクラブに入って ESD を学ぶというこの選択が その先たくさんの出会いや世界への扉につながっていたんですここまでのお話を聞いていただいてなんとなくあこの人いろんなことしてきたんだなとか成功者なんだなって思っていただけるかもしれませんでも実はそんなことないんですいろんな失敗や経験も失敗や挫折も経験してきました次はそんな挫折のお話です ユネスコの活動をしていて英語もまあそこそこ話せるそんなこんなでチャンスを頂い,いてユース・ユネスコ・クライマイト・アクション・ネットワークという気候変動に関わるユースの世界規模のネットワークの立ち上げに関わることになりました世界中からユネスコ活動に関わっている15人のユースが集まってオンラインで活動しています こんながあるよとと聞くと何でもとりあえずやってみようって思ってしまう自分なのでエントリーしたのですがこれがまあ大変なことになりました奈良教育大学のようなユネスコスクールと言われる学校は世界中に1万校以上あるのですが今回私はこのネットワークの代表として関わっています1万校の代表なんて想像をはるかに超える 責任の重さですすす。し、集まままった15人ののののメメンンババーーがあごい。他との差を感じます責任の重さに逃げたくなりましたコロナ禍での活動のため会議はオンラインでそして時差の関係で日本では真夜中に行われていました毎日のように英語でたくさんのメールが届きます他のメンバーのすごさや役割の大変さから 自分の存在意義を感じ取ることができなくてやっぱり自分には無理だったなぁと逃げてしまっていましたそうして悩んでいた時ふと自分の中に降りてきた問いがありますそれが「自分にしかできないことは?」です今日最初に皆さんにお聞きしましたね自分にしかできないことは このすごい15人の中で自分にしかできないことって何だろうって考えてみました。なんせすごい人たちなので気候変動や生物多様性といった分野にはとっても詳しくてそういう専門分野ではかないようがありませんし専門的な議論にもついていくことはできません。でも自分にはこのユネスコスクールという学校のつながりがあるし ESD などの教育の分野で これまで積み重ねてきた経験や強み思いがあるこれなら負けないなこの強みを生かして頑張ろうそう思って立ち上がりましたそしてつい先月の話なんですがユネスコスクールのグローバル・スチューデント・フォーラムという3日間のオンラインの国際会議がありましてこのネットワークの代表としてフォーラムの司会やスピーカーを 務めましたきっと数年前の自分だったらこんなことできなかったと思いますここでやっと自分の存在意義を感じ取ることができました自分にしかできないこと私を立ち直らせてくれたキーワードです次は英語の先生としての今の自分につながるまでのお話をします大学院生の時「世界青年の船」という 内閣府が主催している青年国際交流事業に参加しました世界11カ国240人のユースとともに40日間の船の旅をしましたどこまでも続く太平洋の上一つの船の中で共同生活をするんです世界中から集まっているので本当にいろんな価値観や文化を持った仲間が集まっています40日間もある旅なので いろんなプログラムがあるんですがその中でも大きなものとして7つのテーマに分かれてディスカッションをするという機会がありました私は教育に関するグループに入って世界中の仲間と教育の問題について語り合いましたみんなそれぞれ教育に関する異なるバックグラウンドを持っていていろんな教育の在り方を感じましたエデュケーション It's the key to change the key world. ディスカッションの中で私たちが何度も口にした言葉です教育は世界を変える鍵だ興味深いことに他のテーマでディスカッションをしていたグループもやっぱり最後は教育の問題にきついたそうです教育って大事だやっぱり自分も人生を通して教育に関わりたい そう思ったた瞬間でしたそれと同時に教員になる前にもっといろんな世界の教育を見てみたい日本で生まれて日本でしか教育を受けたことがない自分もっといろんな教育のあり方を見てから教員になるという夢を叶えたいそう思いましたそこで選択したチャレンジがオーストラリアでの日本語教師アシスタントです 世界青年の船で出会った仲間に紹介してもらって参加するチャンスを得ました日本では外国語として皆さん英語を学んでおられると思いますがオーストラリアでも多くの子どもたちが外国語として日本語を学んでいますオーストラリアの学校で実際に働いてみて日本の教育との違いをたくさん見つけました授業のスタイルオンラインの活用先生の働き方 言語学習の方法学校行事などすべてが新しい発見の連続でしたしかしここで悲劇が起こりますオーストラリアでも日本と同じようにコロナの波がやってきました完全なロックダウンが始まって日本への帰国指示が出て急遽ギリギリのフライトチケットを手に入れて日本に帰ってきました志半ばで 帰ってくることになったのでとってもショックは大きかったのですがくよくよしていても仕方がありません環境のせいにするんじゃなくて自分で何かアクションを起こさないとあの時自分を救ってくれた問い自分にしかできないことはという問いを自問自答してそして今度はそれに加えて今しかできないことはこの2つを 自問自答しながらいろんなアクションを起こしていきましたこここままで自分が経験ししててききたたたといいいろいろお話しさせていただきましたカンボジアでの教育ボランティアで貧困の現状や夢を持って一生懸命学ぶ子どもの姿を見たこと世界青年の船に参加して海外の青年と教育について語り合ったことオーストラリアで日本語教師として働いたこと ユネスコのネットワークの運営に関わって挫折から何とか立ち上がったこといろんな経験をしてきましたこんな私なのでよく言われることがあります本当に先生になりたいのこんなにいろんな経験をしたんだったらもっと他にできることがあるんじゃないもったいないよってそう言われて自分でも悩みました 先生になりたくてこの大学に来たけど本当にそれが自分のしたいことなのかなってでもここであの問い自分ににしかできないことはに戻ります。日本中世界中いろんなところに行っていろんな人に出会っていろんなものを見て感じて考えてそんな自分だからこそできるいやそんな自分にしかできない先生としての関わりがある 自分にしか語れないことがあるそう思いました、e、is the key to change the だからこそ自分が教員としてやりたいことがある成功体験ばっかりじゃなくて初めての海外で英語でうまくコミュニケーションが取れなかったこと世界のすごい人たちと自分を比べて挫折したこといろんな世界の課題について考えてより良い世界を作りたいって 行動してきたことそんな自分だからこそできることがあるそう思いましただから僕は先生になりたいやっぱり自分がしたいことってこれだったんだってそう思って今先生という仕事をしています学校では英語を教えているというよりは英語を使って子どもたちと一緒に学んでいるというのが自分にはしっくりきます 自分にしかできないことを大切にして海外の学校とオンライン交流を企画したり自分自身が学生時代にずっと学んできた SDGs を扱って世界の課題を一緒に考えたりもしています自分が子どもの頃学校が大好きで先生が大好きでこれまでお世話になった先生一人一人のことを今でも深く覚えているように目の前の生徒たちにとって先生との出会いは 人生の大きなな財産になると思っていますだからこそ生徒にとって自分との出会いがその後の人生にとってどんな小さなものでもいい何かその先を照らすきっかけになってほしい道を開く種になってほしいそう思っていますまだまだ先生の卵の殻を破って歩き出した小さなひよこですがこの志だけは 立派に持って毎日を過ごしています自分にしかできないことはこれまでの選択と挑戦を支えてきてくれた問いですこれまでしてきた経験出会いそのすべてがつながって今の自分があるやっと自分が本当にしたいことが見つかったと思っています大学そして大学院と 7年半の学生生活を過ごしましまたかなり遠回りをしたかもしれませんがこれで良かったんだと思っていますあなたにしかできないことは何ですか何も立派な答えを考える必要はありません自分も本当に好きなこと自分が心の底からワクワクすることって何ですか ここにおられる皆さんの多くは中高生だと思います学生の皆さんはまだそれ,がそれが見つかっていないという人も心配する必要はありません自分も遠回りをしてやっと見つけましたそのためにいろんな世界に飛び出してみましょういろんな人に出会ってみましょういろんなチョイスをしてみましょう踏み出したその一歩が次のチョイスにつながって その先にきっと自分にしかできないことが見つかりますありがとうございました